お疲れ様です。うちは TV 中の人、うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。今回の動画はウィニングポスト9でおすすめ配合の攻略、世界で流行ミスプロ×ストームキャットって名馬生まれるのっていう動画になります。ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども、世界でね流行する鉄板配合ってあるのご存知でしょうか。例えばね、今回この取り上げさせていただくミスタープロスペクト、ミスプロですね。この配合をかけるストームキャットっていうね、以前母父丸のね、動画で取り上げさせていただいたストームキャット、このねミスプロかけるストームキャットって、まあ世界、特にねアメリカの競馬界だともう鉄板って言われるぐらいね名馬が出るよっていう配合なんですよ、実は。そのね、鉄板配合、現実での鉄板配合が、このゲームの世界でも通用するのかっていうのがちょっと疑問になったので、まあ本当に前回の動画というより前の動画ですね、の中でストームキャット牧場っていうのをね、実は作っているんですよね。もう薄気味悪いストームキャットの子供しか、もうですね、いない、2006年の世界戦でストームキャット、母父ストームキャットのみの牧場っていうのを実は作らせていただいて、まあ配合めちゃくちゃいいですよという動画を作らさせていただいたんですけども、実際それって本当なのっていうね、自分の動画に若干疑問をね、持ってしまったので、まあ確かに配合理論としては完璧な、ストームキャットの産駆で何かしらの馬をつければすごいね、いい馬が生まれるんじゃないかっていう配合理論を実現できるね、繁殖牝馬って大量にいます。今映っているね、馬たちがそうなんですけども、じゃあ実際本当にその馬たちから名馬生まれんのっていう純粋な疑問が出たので、この2006年の世界戦で、ストームキャット牧場を作っておりますので、まあおよそ大体名馬っていうのは10年に一度、生まれてくるっていうのが大体のね、競馬の流れって実はありますので、そのね、10年に一度の流れに沿って10年間分回して、そして全てにおいてストームキャットとミスタープロスペクターのね、この配合でのみだけやって、まあ簡単に言うと縛りプレイですね。ミスプロ×ストームキャットだけの子供たちで、10年後果たして名馬は出ているのかと、でまあ出るのならどのくらい名馬が出ているのかっていうのをね、分回して確認してみました。まあちょっとね、多く語りすぎてしまったんですけども、まあ基本オート進行で、でまあもうミスプロとね、ストームキャットの組み合わせ以外は基本的に、所有しないで、ひたすらね、10年回した結果がこんな感じでした。ドン。2019年1月1日まで一気にね、飛びますけども、まあ、ね、金額見ていただければわかると思うんですけども、順調にね、お金は増えているっていう。ことは、ある程度活躍馬が出てくれたなと思います。で、まあ、G1 を勝つ馬っていうのは、基本的にこのミスプロ×ストームキャットで出ないわけないじゃないですか。世界で流行するってことは、やっぱり強い馬が出やすいっていうのなので、逆に伝道馬をね、覗いてみれば、どういうね、馬が生まれてきたのかっていうのは、ある程度ね、イメージはできるのかなと思います。ちなみにね、10年間で、伝道馬で、銅がね、2頭、そしてね、銀が2頭、金が1頭っていう形でした。だから、計ね、5頭です。だから、150頭中ですね。だいたい年間15頭前後ずつ、子供が生まれてきてましたので、それが10年間で、150頭中5頭、伝道馬になっております。確率的に言ったら30分の1だと思いますね。まあ、30頭に1頭ね、伝道馬が生まれるっていうのは、まあまあぐらいかなと、正直イメージ的には思います。やっぱりね、サンデーサイレンスだったり、ディープだったり、キングカメハメハだったりとか、まあ史実でね、強い、種牡馬って何頭かいると思うんですけども、その馬たちと比べてしまうと若干って思うんですけども、このね、ディープがね、席巻するね、この2006年からね、2019年の間にね、伝道馬がね、まあ5頭出て、しっかりね、
記録をね、残せているっていうのは、やっぱりこの組み合わせ配合っていうのは、能力が高い馬が出やすい配合だったのかなと思いますね。強い馬が出やすい配合なのと、まあ、あとはね、意外とこう食い散らかされてないんですよ、ディープインパクトに。なんでかっていうと、この配合って実はダートに向く配合じゃないですか。だからダートでディープインパクトの、走った馬ってあんまりこうパッと出てこないと思うんですよね。だからその路線がね、ディープとね、まあ、合わなかったから、割とこう電動馬になりやすかったのかなっていうのが、ざっくりとしたね、見解なんですけども。まあ、あとは、やはり、こう、ミスプロっていうのはスピード馬なので、まあ、日本の競馬には合うかなっていう部分ですよね。ただ、芝への適性っていうのが正直そこまでないとは、ミスプロ系って思うので、なかなかやっぱダート寄りの馬が出てきた印象がすごいあったんですけども、それでも、やっぱりね、ものすごく化ける馬っていうのがね、何頭かいましたね。ごく稀にね、ステイヤーが出たりだとか、まあ、あと、まあ、2400メートルのね、クラシックディスタンスって言われるね、2400メートル前後の、距離をね、こう走れる、しかも芝も走れちゃうよっていうね、もうそういう馬が、何頭か実は出てます。これがね、まあ意外ですよね。だから血統って本当奥深いなと思うんですよね。だってミスプロ系とストームキャットで芝走るって、まあ、出てくる感覚が僕には本当にわかんないですね。もうダートだけだろっていうのがイメージなんですけども、やっぱそれがね、競馬の奥深さ、面白くしてくれる血統の奥深さなんだなぁと思います。例えばミスプロ系、ストームキャット系でもやっぱ芝で走った馬っていうのはいるじゃないですか。でもやっぱりダートにこう、ね、ダートにこう引っ張られるんですよね。で、なんちゃら適性、馬場適性ですよね、とかも、やっぱり海外に引っ張られるんですけども、馬によってやっぱり芝でも実績を残した馬だと、その欧州の地っていうのが少し入ってると、もうそれだけでね、芝への適性を持っていたりするっていうのが、非常にね、こう面白い、血統の奥深さを知れる、まあ動画になったなというか作ってて思いました、正直。まあ、だらだら喋り続けてもしょうがないので、まあ、まとめていきますけども、まあ、電動馬ね、5頭出てますんで、だいたい年間15頭ずつぐらいね、この子馬たちが出てきてましたので、150頭分の5ってことは30分の1ってことなので、30頭に1頭電動馬が出ている。これね、まあまあな記録ですよね。ものすごくいいってわけでもないし、ものすごく悪いってわけでもないと、正直思いますけども、ただ、あんなにね、アメリカで鉄板配合って言われてるんだったら、やっぱりもうちょっと出てほしかったかなっていうのが、僕のイメージですかね。まあ、あとはやっぱり、アメリカで流行ってるからって、それがそのまま日本でも通用するかっつったら、やっぱりそんなことないっていうのが、まあ、競馬のね、奥深さっていうのが今回知れたかなっていうのが思います。やっぱ、日本のね、主流っていうのは、アメリカと違くてね、芝なので、まあ、そこが結構この血統的にはね、厳しかったのかなと思います。こうやってね、まあ、ミスプロかける、ストームキャットっていうね、まあ、本当アメリカでね、大流行する血統の組み合わせっていうのも今回やりましたけども、実はね、世界ではね、各世代でものすごく流行ったね、何かける何って実は結構あるんですよ。ダンジグだったり、デインヒルだったり、ガリレオだったりっていうね、欧州だったら。これをね、ちょっとね、果たして日本でも通用するのかっていうのね、ちょっとシリーズで作っていければなと、今勝手に思い出したので、まあこのね、似たような動画出るかもしれませんけども、今回のね、ミスプロ×ストキャっていうのは、まああんまり日本には適性がないので、そこまで大繁栄しないっていう結果を得れたと思います。やっぱり日本はね、サンデーとディープっていうのがね、かなり、100年構想の動画でも、お見せすることができたと思いますけども、大繁栄しますので、まあこれをね、こうストップ・ザ・ディープっていうね、ストップ・ザ・サンデー・サイレンスっていうのをね、作っていきたいなって今思ってますので、まあそれがどの馬になるのかっていうのを今すごい、今選んでいる段階なので、今しばらくこのその動画をお待ちいただければと思います。こんな感じでね、もう絶対誰もやらないようなね、本当にね、すごい、こんなん絶対誰もやらないと思いますよね、この動画。っていうのもね、ちょっと作っていければと引き続き思いますので、よろしければチャンネル登録、
していただくと非常に僕的に心が気持ちよくなりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今回の動画はね、ここら辺で終わりたいと思います。次回の動画もぜひ見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしたいと思います。バイバイ。